失礼いたします。花園会の向井です。3月15日から18日まで4名で宮城福島教区東北教区21箇所を受けまして、官庁陛下チーム総長明信者としてお見舞いを申し上げ、全力で、ご支援させていただく旨期待を申し上げました。予想はしていたのではございますけれども、スライドを見ていただきましたように、大変な被害でありました。通信が途絶えておりまして、安否を確認できない、和尚さんもたくさんいらっしゃいまして、おかげまして、お元気な姿を見てほっとさせていただいた次第です。ただ、先ほど総長も申しましたように、一名の方が、安否不明でしたけれども、お亡くなりになられたということを伺っています。花園会員の方々につきましては、まだそのご自身把握ができていないということで、被害は相当大きなものだと思います。詳細につきましては、報告書を提出しておりますので、それに沿いまして時間もありませんので、かいつまんでお話をさせていただきたいと思います。まず15日にこちら新本庄を出発いたしまして、当日は木曜日も遅くなりましたのですから出国をさせていただきました。16日、1ページで言っていただきますけれども、白川市の霊光寺様を出発にし、そこでは平山で男子の方が数名が生き埋めになられたということで、お悔やみを申し上げたんです。そちらの方には、行かずにご住職とだけお話をさせていただいたお見舞いを申し上げました。それから、郡山に入りまして、対策本部が当たっております建福寺様にお尋ねしまして、これからのことについてよろしくお願いしたいという旨伝えをいたしました。それから、続きまして宮城県の方に入ります。ページ1枚で見ていただきますが、仙台市の善道寺さんにお伺いしました。石とはお寺自体はさほど被害はなかったようですけども、本堂内は相当被害が出ているようでございました。計画断水中でありまして、ガスも、どのお寺もそのようでしたですけども、そのガスと電気が来てないというようなことでございました。その後、災害対策、宮城県の方の対策本部でございます、伝承室様にお尋ねし、お願いを申し上げました。滋賀の上州さん、先ほど写真も撮りましたけど、相当な被害で、その御寺院の方まで伺う予定でおりましたけども、車も入れない状態で、近くの円山幼稚園という弟さんの経営されている幼稚園の方にご住職がいらっしゃるということでございましたので、こちらにお尋ねし、お参りを申し上げました。その後、本郷寺様、東園寺様、塩野の東園様の方では、炊き出しと行っているようでございました。ただここで、もうその時点で、亡くなられた方の遺体の火葬等の問題が出ているようでございまして、火葬場で、皆さん手話を問わず、ご住職方がボランティアといいますか、遺体の火葬の封印をやられているということを伺っております。今日、お見えの上人様にその後お尋ねしたんでございますけれども、こちらもお寺は下の方はもう畑といいますか、田畑がもう海のようになっておりまして、上人様の方では最初の頃は500何十人の避難場所としてやられたようですけども、その当時は16日は300人、今日お伺いしますと今100何人の方が避難されているということで、ございました。その時に東園さんからお預かりしたもの、お菓子でありますシャツとかをお届けした次第です。その後、松島町随岩寺様にお伺いいたしまして、随岩寺様の方は、お寺自体はさほど被害がないということでございましたけれども、門前の商店等はもうすでに見る影もないという、船が入っていたりですね、泥まみれであったということです。随岩寺様を出発しまして、教科主義様、天皇様にお伺いいたしまして、お願いをいたしました。翌日、夕
岩手の方に入らさせていただくわけですけども、まず所長様のことにお話を分かりまして、挑戦したのでお願いをし、陸前高田の化造寺、寺音寺、そして大船渡の臨床医さんのお話をさせていただきましたが、先ほどスライドで見ていただきましたように、比較的お寺の方は写真等ではしっかりしているように見えますが、門前を出たあたりはもう家がないというような形でございました。3回ともそのような状況でございました。臨床医様におかれましては、春になったらみんなの葬式をしてあげたいんだけど、どのように葬式をしたらいいのかもわからないというようなことをお伺いいたしました。続きまして大槌町に行かせていただきましたけど、大槌町のお寺は山ほどにありまして、さほど寺自体被害はなかったわけですけども、町の中はということでございます。翌日になりまして、石巻に入らさせていただきまして、禅勝寺様、芸術でございます、ご芸術になりますけど、禅勝寺様、それから慈恩院様に行かせていただきました。特に慈恩院様にはもう通行も遮断されておりまして、まあ、会議の中を歩いていったわけですけれども、申し訳ないように、お前との資料が手元の方についてない方もいるかと思います。口頭でちょっと説明だけさせていただきます。申し訳ございません。後ほどまたお配りいたします、ね。3日目に石巻に入りまして、禅勝寺様と慈恩院様をお尋ねしたわけですけれども、慈恩院様、先ほど、スライドにも出ておりましたように、地震としてはさほど被害はなかったけれども、津波が一瞬にしてまいたということで、辺り一面がもう、全てが全滅のような状態で、ここの官制様が行方不明でございましたけれども、ご死亡されるということでございます。各個人とお見舞いさせていただきまして、祈願させていただいた次第です。報告とさせていただきます。